はい、改めましておはようございます。日曜日過失再挑戦リターンズでございます。音楽、音声ともに調子いかがでしょうか。先ほどはですね、7時から7時半の間にやったのがえらいあまりにもひどい状態だったので、これはいかんと思い、今一度もう一回ショート版でやろうかなと。ショート版なのか、まあ、30分にしようかなと。あと、まあね、せっかくパラレルリープさんの曲をご紹介したのに、まともに曲が流れてないというとってもひどい状態は失礼にあたるので、今一度、配信の方を勝手にさせていただこうかと思っております。改めまして皆様おはようございます。日曜美歌室、山下美歌でございます。日もですね、先ほどから上がりまして、かなり明るくなってまいりました。リターンズなのでしれっと、さも初めてやるかのようにやりますので、皆様お付き合いのほどよろしくお願いいたします。治ってますよね。はい、佐藤さんありがとうございます。やはり設定の問題ですね。ツイキャスを立ち上げているときに変なところ触るもんじゃないというのが分かってたつもりながら、はい、いけませんね。はい、勉強になりました。さて、今日もですね、いいお天気になっております広島の感じですけれども、改めまして、今聞いていただいている閲覧者数24名の方にお伺いします。もう一度お伺いします。皆様のお住まいの地域の天気予報をザクッとで結構です。ザクッとで結構です。教えてください。しれっと同じことを二度繰り返します。はい、広島はですね、いい天気のようです。窓から見えるに限ってはですね、青空が広がっておりますので、いい天気なのではないかと思います。ただしですね、そんなに暖かくはないので、放射冷却の影響で非常に冷えるというかですね、寒い朝となっております。ごめんなさい。ですね、白川さんがお住まいの福岡は晴れ、気温はおそらく7度くらいということで寒いですね。鶴丸さんお住まいの厚木も晴れ、ムクさんお住まいの岡山もいいお天気と、佐藤さんがお住まいのお江戸は晴れ、いいですねお江戸。私がいつも行きたいと叫んでいるお江戸は晴れです。くまやんお住まいの福岡市南区は晴れ、そうデジャブですが気にしない。はい、綾之助さんお住まいの熊本はピーカンデリということで、いいお天気なんですね。バンコのジェリーはご機嫌ですということで、よかったです。のぶじいちゃんおはようございます。さあ伯爵のお住まいの大阪市旭区も晴れてきたでしょうかということで、寒くて窓が曇ってきましたということです。やっぱり寒いですね。散髪侍さんの大阪はですね、曇りと中途半端な天気です、おはようございますと。ナマズさんお住まいの福岡市中央区はハゲ違う違う晴れ。ヘルコーさん、そうですね、私子供がおりますよ。子供もおりまして、一応結婚もちゃんとしてますよ。ちゃんとって言うとおかしいですね。結婚しておりますし、子供もおりますし、別にそこは何一つ隠してないんですけど、聞かれなきゃ何一つ答えないというだけです。はい、白川さん早いです、ちょっと待ってください。ちょっと待ってくださいね。かよさんお住まいの福岡県春日市は晴れ、鼻がムズムズするということで、花粉症の季節になってまいりました。周りでもですね、鼻がかゆいとかですね、目がかゆいとかっていうお話を聞くようになってきましたので、皆様お気をつけください。純子さんお住まいの広島県呉市は現在1度から2度あたりでしょうか、朝日が差し込んでいますということで、かなり寒いですね呉が。そうですね、グレードアップなのではなく、これが普通なんです。すいません鶴丸さん、先ほどのがあまりにもひどかったんです。そう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 、
独身でいきましょう。でも何でもいいんです、別に私自身がどうであると。はい、島田さんもおはようございます。そうなんです、なるほどって言ってみてください。はい、そうですね、あ、はい、ビンゴの母ちゃんお住まいの広島県三原市も晴れということで、地域清掃のため出かけますということで頑張ってください。まあリターンズなので、まあ調子がよくきちんと録音ができていれば私としては非常に満足しておりますので、いつ終わってもいいんですけれども、あまりにも先ほどのがひどかったので嫌だったんです。意外とこういうところなんか負けず嫌いでもないです。負けず嫌いなら最初からちゃんとしとけっていう話なんですが、きちんとできてよかったです。今日のテーマはですね、先ほども失敗しましたけれども、改めて伺います。あなたがお会いして感動した人、ことを教えてくださいです。なぜこのテーマにしたかというとですね、私先日ですね、広島のラジオ局 RCC ラジオさんの昼の帯番組であります日々感謝日々感という番組の、ようこそ日々感、略してようかんというコーナーに出させていただきました。ソーシャルネットワークサービスや、まあ、いろいろ使うギークガール山下美香さんをお迎えしますみたいな感じでですね、まあお呼びいただきまして、参加してまいりました。私そこのですね、日々館のパーソナリティであります青山貴治アナウンサーの大ファンでございまして、これがまた結構年季が入ってて約10年近くファンを続けているのではないかと思います。声のトーンが違うのはですね、時間が経ってきているからです。はい、タツンさんの書き込みがありましたけれども、それでですね、青山貴治アナウンサーの声が非常に素敵でですね、私声フェチなもんですからすごくですね癒されるんですね。でその青山貴治アナウンサーに初めてお会いすることができまして、非常に感動したわけです。そこからですね、今日のテーマであります、あなたが会って感動したもの、ことを教えてくださいを、お伝えしようか、お願いしようかと思っております。鶴丸さんが日々感、 Facebook で日々感で検索出てきますということですが、出てまいります。普通にですね Google ですとか Yahoo とかの検索でですね、 RCC ラジオ日々感と検索いただきますと Facebook ページが出てまいります。Facebook ページの方でですね確認いただきますと、なんとその私が出演させていただきました、ようこそ日々館のコーナーの、音声が、アップロードされておりますので、こちらで、お聞きいただくことが可能です。なのでですね、もし、広島じゃなくて聞けなかったので、なんか聞いてやってもいいぞと、聞いてみてもいいよっていう方はですね、ぜひそちらからお聞きください。またその時にですね、もしよろしければ、どこからどこに、まあ、例えば鶴丸さんだったらですね、厚木から、なんか聞きたくて聞きましたなど、はい、ギークガールでは多分出てこないと思います、ムクさん。ようこそ日々館か日々館 RCC ラジオ Facebook で検索いただくと出てまいりますので、そのページの中に、音声コンテンツが入っておりますので、ぜひぜひ、書き込みのほどよろしくお願いいたします。さて、今日のテーマであります、あなたが、あなたがお会い して感動した人やことを教えてください。それでは一曲聴いていただきましょう。広島出身のアーティストパラレルリープさんの曲を聴きいただきます。
はい、お聞きいただきましたのはパラレルリーフさんでカメリアの丘でした、さてさて、先ほどの1回目の配信がうまくいかなかったのでですね、改めてもう一度配信をしております日曜美化室です。今日のテーマはですね、あなたが会って感動した人、物、ことなどを、募集しておりますが、そうですね、白川さんがだいぶ前に書いてくださってますけれども、私に会った時に感動したというリップサービスを書いていただいております。オカピーさんはですね、昨日はゼロ靴勝ちましたし気持ちの良い朝ですということですね。鶴丸さんはですね、人ではですね、やはり、長女さんが、出てきた時には非常に感動したと、あの時の感動は今でも忘れません、長女がいつまでも元気で生きていけますようにと初めて祈りましたと。やはり子供さんを、まあね、子供の誕生というのは非常に感動しますね。私は産む側だったので感動というよりも疲れてヘトヘトというイメージしかないですけど、もう疲れたっていうのは今でも覚えてます。はい、島田さんはですね、未遷に登山中のミカさんを抜いたことということで、そうですね、懐かしいですね。私はゆっくりゆっくり上がらないと体に応えてしまうので、あの島田さんの足の速さにびっくりしてました。そう、1回目などないです。ありがとうございます佐藤さん。あゆたんはこの頃感動した人はツイッターでのつながってる人と会ったことかなということで、東京、名古屋、広島で会いました。広島の美人は感動ということで、ありがとうございます。やはりですね、私も初めて会った人、こと、もので言うと先ほどの青山隆治アナウンサーもそうですし、前ですね、昔ですね、あのシングライクトーキングが広島に来た時に佐藤筑前さんに会って号泣したっていうことは、ありますね。オカピーさんはサンフレッチェの久里選手と会った時にオーラを感じました。なるほどです。やはりですね、一線で活躍されてらっしゃる方は何かオーラが違うんですよね。それはなんかすごいわかる気がします。やはりなんかこうまとってるものが違う、もともとそうなのか、やはりその第一線で活躍していくためにですね、いろいろなその超えていかねばならないものとかいろんなことがあると思うんですけれども、そこを超えていくたびにそのオーラをまとっていくのではないかなとも思ったりしています。ネットで女子に会った人はなぜか美人が多い件、それは多分ナマズさんがそういう元に生まれているのかどうなのかわからないですけど、まあ皆さんね、お綺麗ですからね。最近は女性は皆さんお綺麗な方が多いと、なんか口々に聞いております。広島は10年前に比べて綺麗な人増えましたねなんていう、ラジオで聞いたことがあるんですけど、ちょうど私10年前が20歳ぐらいだったので、まあなんとも微妙な、それは申し訳ないというふうに思った覚えがありますが、まあいいんですけどね。はい、そんな感じでですね、やはりですね、こうウェブで見てた人と会える、実際リアルにまあ落とし込むことができた時に感動するというのはですね、ネットというのはやっぱりイメージ的にはすごく冷たくてですね、そのブツッと切れるというイメージがあるんですが、それがリアルにつながった時にすごくこう、ああようやくつながったっていう、何かこう一本の線につながったような気がするんですよね。それがやはり感動につながるのではないかと思います。かよさんは、私も長男長女を産んだ時かな、長男の時は長くてヘトヘトでしたけど、長女の時は結局帝王切開で、もうってびっくりの対面でしたということで、一人お一人出産というのは全然イメージというか全然変わりましてね、私も一人目の時と二人目の時全然痛み等が違いましたのでびっくりした覚えがあります。佐藤さんは、最近だと5年前だけど、布袋さんとお仕事をご一緒した時かな、ガキの頃憧れてたギタリストだったので感動、それは感動でしょうね。やっぱりいいですね、そういう憧れの人と仕事ができるなんて、こんなこう生きててよかったと思うことはないでしょうね。
純子さんは呉市の建物を取り壊し前に呉出身のアーティストと会ったこと、ネット上では知っている友達の友達に会ったことですかね、初めてなのにその感覚はね意外とありませんが、あ、ようやくお顔を見ることができましたねというのはありますね、ネットでお見かけしているので初めて会ったという感動、なんて言うんですかね、初めて会った感覚はないんですけど、リアルにつながりましたねっていう感動はあるんですよね。はい、オカピーさん離脱しますということでありがとうございます。そうですね、ソーシャルは絵はあるけどラジオと同じで実際行動した時に普段ありえないほどの力が出ますねということで、そうですね、あの行動すると何かしら動くので、おそらく一生通じても会わなかったであろう方とお会いできる機会ができたというのは非常に面白いことかと思っていますし、私もですねそういう感じで、決して普段も言っているんですけれども、ソーシャルとかが全てだと私は言い切りません。はい、ツイッター最高とかフェイスブックが全てだなんていう気はないんですけれども、それが何かしらその人生を変えるポイントになる可能性はあるのではないかと思っています。まあ私も実際いろいろねこれで変わりましたので、そうなんですよね、ネットで声を聞いていると本当に初めてな気はしないですね。佐藤さんはそうですね、私佐藤さんとお会いした時はウィッグをかぶってたような気がします。ボブの髪が短かったのでね嫌だったんですよ。今ちょうどボブになりましたのでまたお会いできればと思っております。11月以来お会いしておりませんので、お会いできたらなと思っておりますね。ワンダ山本さんは まだネットがない頃ビデオで見た人にアメリカでお会いして感動しましたということで、やはりウェブを通じてとか、まあ、ビデオを通じて見た人と実際リアルにつながっていったということ自体は、感動ということになりますね。それはなんかすごくよくわかりますね。あゆたんのその、PR はいいです、それはいいです、いいです。はい、こうやってですね、ソーシャルなどもね感動がたくさんある、気はしますし、 JK マニアさんは憧れの人と、ツイッターで、会話が成立した時の嬉しさと身近に感じすぎた時の怖さ、それもありますね。嬉しさと怖さが同居するというのも多少あるかと思います。先ほどの人と洋さん抽選5名で楽屋に入ることができました。服を洗うことが当分引け目になりました。ハグしてもらったのでということで、そうでしょうね、すごくなんだかありがたく感じそうな気がしますね。はい、心の声でした。で、心の声がダダ漏れすぎですね、あゆた。それでは、1曲聴いていただきましょう。またおや、パラレルリープさんの曲をお聴きいただきます。
はい、お聴きいただきましたのはパラレルリーフさんの曲でした。さて、先ほどの1回目の配信に変わりましてリターンズ配信という、配信をさせていただきましたけれども、きちんと配信ができたようでよかったです。さて、今日お伺いしましたのは、皆様が初めて会って感動した人、物、ことを教えてくださいということで、やはり、ウェブでつながってた人とリアルで会えたことがなかなか感動したとかですね、こんな著名な方とお会いして非常に感動したということをたくさん教えていただきました。なんとかですね、配信もでき、私がまず感動するのはですね、きちんとこの配信がだいぶできるようになってきたというのはなかなか感動ものでございます。今日も、一日皆様、お付き合いいただきありがとうございました。素敵な一日をお過ごしください。